アヒム・フォン・アルニムアヒム・フォン・アルニムは、ドイツの詩人、文学者。ドイツロマン主義の最盛期の代表として、著名な人物で、また、同時代の文学者で義兄にあたる、クレメンス・ブレンターノとの信仰も深かった。妻のベッティーナ・フォン・アルニムも著名な作家である。多くの場合は、アヒムの名で呼ばれるが、正式な名は、カール・ヨ・アヒム・フリードリ・ヒルート・ビーヒ・アヒム・フォン・アルニム。アヒムは、 ドイツ北東部のウッカーマルク地方のブランケン勢の一家の出身で、父親はプロイセン王国の自従、ヨアヒム・エルトマン・フォン・アルニムである。アヒムはプロイセン公使としてコッペンハーゲンとドレスデンに赴任しており、また通称メガネの支配人という名でベルリン市民劇場の劇場監督としても活動した。アヒムの母親であるアマーリア・カロリーナ・ラーベースは、アヒムを産んだ直後に亡くなっている。 アヒムの長男カール・オット・ルート・ビヒフォン・アルニムはピットと呼ばれた。アヒムは1811年に女流作家のベッティーナ・フォン・アルニムと結婚した。アヒムはフリードムンとジークムンとクルネムンとアルムガルト、マクシミリアーネ、そしてギーゼラ・フォン・アルニムの父親にあたる。アヒムは幼少期と少年時代を祖母と共にベルリンなどで過ごした。 ベルリンのギムナジウムへ通い、ハレ大学とゲッティンゲン大学で法律と数学を学んだ。膨大な量の論文を科学雑誌に投稿した。そして兄と共に1801年から1804年までヨーロッパ中を教養旅行に出かけ、1806年から1808年にかけて友人クレメンス・ブレンターノと共に4巻からなる民族童話集。 少年の魔法の角笛を共同で執筆。そして1808年に、ロマン主義において、重要な、イン新聞をハイデルベルクで発刊した。1809年からベルリンに在住。ハインリヒホンクライストも加わり、ベルリン有関史を発刊。1811年に、ドイツ版三回、後の政治的な会合になるキリスト教的ドイツ、談話会を結成。 1813年の10月から1814年の2月までは、ドイツに関し、プロイセン特派員の編集者になる。これにより、アダム・ミュラー、フリードリ・ヒフーケラ・プロイセンの愛国者たちと交友を持つ。1814年からは多くを、ビーパースドルフで過ごす。たくさんの詩や、劇作や、論文や、物語や雑誌と、 ベルリン時代の自発的な出版物でもってイントン者として過ごしていた。1831年50歳になる直前に同地で没している。彼はたくさんのジャンルの文学作品を残し、現在ではドイツロマン主義の代表的な文学者とみなされている。ありがとうございます。